あなたは人権について考えたことありますか？人権ってどんなことだろう？全国の中学生が参加する人権作文コンテストでは、中学生が身の回りに起きたいろいろな出来事や自分の体験から人権ってどんなことなのか考えています。このビデオでは受賞作の中から5つの作文を朗読してアニメーションや絵で紹介します。あの時、なぜ親切にできなかったのだろう。人が生きる上で大事なものって何？中学生が作文の中でつぶやいている言葉に、あなたも耳を傾けてください。それがきっと人権について考える一歩になっていくはず。勇気を出した行動で予想外の出来事が。電車内に咲いた笑顔の花。大阪府河内長野市立加賀田中学校2年竹内萌里。それは私が電車に乗っていた時のこと。一人のおばあさんが電車に乗ってきた。足を引きずるように歩いていたため、瞬時に足が悪いのだと理解した。その時はちょうど通勤ラッシュの時間帯であり、車内はとても混雑していた。おばあさんは手すりにつかまりながら、やっとのことで座席付近まで歩いてきたが、おばあさんの目の前に座っていた若い男性はちらりとおばあさんの方を見、また手元のスマートフォンに目を落としたのだ。それを見て私は少しイライラした。譲らなければならないと分かっているはずなのに。私が普段電車に乗るときはほとんど満員で座れることはまずないが、座っているときに老人の方や妊婦さんが乗ってきたらできるだけ譲るようにしている。確かに立つのは疲れるし、優先座席に座っているのではないのだから別にいいじゃないかとも思う。先ほどの若い男性だけでなく、世の中全体がそんな空気になっている。自分さえ良ければそれでいいじゃないかと。しかし本当にそれでいいのだろうか。私は結局そのモヤモヤを抱えたまま目的地に着いてしまった。電車内のアナウンスを小耳に挟みつつ、人混みをかき分けドアへと近づく。ふとおばあさんのことが気になり、そちらを見るとおばあさんも降りようとしていた。だがやはり足を引きずりながらこの人混みを進むのはかなり難しい。その時私の頭にこんなことが浮かんだ。おばあさんの手助けができないだろうかと。しかしせっかくドアの近くまで苦労して歩いてきたのに、また戻るのかという気持ちも同時に起こった。でもこのままでは私はさっきの若い男性と同じになってしまう。やはり行かなければ。私はそう決心し、再び人混みの中へと入っていく。間もなく駅に到着しますというアナウンスが耳に届く。急がなければ。やっとのことでおばあさんに近づき、人見知りな性格を押し殺して大丈夫ですかと声をかけた。するとえとおばあさんは言う。おばあさんの顔には疑問が浮かんでいた。私は意味が通じなかったのかと思い、もう一度言い直した。荷物も多いですし、お手伝いします。おばあさんは、いいの？とまた疑問を浮かべながら言う。もちろんです。早くしないとドアが閉まってしまいます。急ぎましょう。私はおばあさんの荷物を肩にかけた。おばあさんは恐る恐るというように私の後に続く。
だが、プシューッと音がして、ドアは閉まり始めた。間に合わなかったのだ。後ろを見ると、おばあさんの申し訳なさそうな顔が見える。私が何か言おうと、口を開きかけた瞬間、待ってくれ！男性の声が車内に響き渡った。その人はドア近くに立っていて、ドアから身を出して、車掌さんに声をかけてくれたのだ。そして、こちらを向いてこう言った。ゆっくりでいいですから、安全に。すると、周りの人たちも次々に道を開け始めた。大丈夫ですか？焦らなくてもいいですよ。おばあさんに向けられる優しい言葉の数々。私はその時のおばあさんの顔が忘れられない。驚愕と喜びが入り混じったような美しい笑顔だった。私たちは無事ホームまでたどり着き、電車のドアは閉まった。おばあさんは何度も何度も扉の向こうの人たちに頭を下げ、彼らもにこやかに手を振っていた。電車が行ってしまった後、おばあさんは私の方を向いてまた頭を下げた。本当にありがとう。あなたに声をかけてもらった時、奇跡が起きたのかと思いました。あなたのおかげです。こんなに優しくされたのは初めてだわ。そう言っておばあさんは嬉しそうに駅を去っていった。私もおばあさんに笑顔が戻って嬉しかった。でもおばあさんの「こんなに優しくされたのは初めて」という言葉がいつまでも私の頭から離れなかった。おばあさんはこれまでどんな扱いを受けてきたのだろうか。そしておばあさんに声をかける前に少しでも面倒くさいと思った自分がいたことを恥ずかしく思った。たった一人の少しの行動がみんなを動かす。恥ずかしくても面倒くさくても行動するべきだと私は思った。たとえ周りがどう言おうと、良いことを貫き通すべきだ。大人と子供との境目である中学生という時期、もう一度善悪を真剣に考える機会をみんなにも持ってもらいたい。私たちの未来をどうするかは私たちが決めるのだから。私はおばあさんの笑顔を思い浮かべながら駅の出口へと向かった。